アンドルーク・ナーナン、アンドリュー・カナニン、インドルーク・ジナン、1969年8月31日から1997年7月23日はアメリカの連続殺人犯である。日本での表記はアンドリューク・ナナンが主に使用されている。1997年4月から7月までにデザイナーのジャンニベル・サーチとシカゴの不動産業者リー・イーミグリンを含む 少なくとも5人を殺害したアメリカの連続殺人犯であった。1997年6月12日、クナーナンは FBI10 代最重要指名手配のリストに載せられた449番目の逃亡者になった。一連の殺人事件は7月23日の12夜クナーナンの自殺で終結した。アンドルー・クナーナンは フィリピン系アメリカ人のモデストクナーナンを父として、イタリア系アメリカ人、マリー・アンを母として、カリフォルニア州ナショナルシティに生まれた。夫妻の4人の子供たちのうちで一番下の子供だった。父モデストは、アメリカ海軍所属で、ベトナム戦争に従軍していて、母、マリー・アンは電話交換手をしていた。1972年、父モデストは軍を退役して、 株式な課外人の仕事を始めた。一家はカリフォルニア州サンディエゴのボニータ地区、そしてランチョベルナルド地区に引っ越した。1981年、両親はクナーナンを同じサンディエゴのラホヤ地区にある私立校、ザ・ビショップススクールに入学させた。学校では明るくておしゃべり好きで、IQ テストでは147を記録していた。しかし、自分の家族や、 私生活についてファンタスティックな粉飾を行って語っていたので多大な嘘つきとして評判であった。また、その時々に最も魅力的だと感じられるように自分の外観を変えることに長けていた。1987年に高校を卒業した後はカリフォルニア大学サンデー語校に入学してアメリカンヒストリーを専攻した。しかし1988年、 クナーナンが19歳の時に横領が発覚した父は逮捕を避ける目的で家族から離れフィリピンに出国した。クナーナンは父を追ってフィリピンに行き父の恵まれない住居を見てすぐにアメリカに帰ってきた。そして大学を中退してサンディエゴで男性相手の自殺生活を行うようになった。クナーナンの同性愛思考は母にも伝わって 親子で言い,い争いになって母は壁に投げつけられて肩を脱臼した。人生の最後の数年、クナーランは特別な目的の下で裕福な老人たちを講演者にして暮らしていた。クラブで社会的なイベントを催し、しばしばレストランで小切手の支払い行っていた。そして地域のゲイコミュニティ内で知人を増やすために講演者の金銭を消費していた。しかし、 講演者の一人であったミリオネアは、犯罪が行われる前年、1996年の秋にクナーナンを見限った。クナーナンは友人たちの影響で、ドラッグに手を出していて、サドマゾヒズム思考があった。そして、セクシャルな場においては常に支配者の立場に立っていた。後に報告書で行動を調べると、反社会性パーソナリティ障害で苦しんでいた。 可能性が示されている。以前は精神の病気で他人との共感の欠如が見られるパーソナリティ障害と言い表されていたものである。クナーナンによる連続殺人は以下の5人が確認されている。1997年4月25日、クナーナンは片道分の搭乗券を入手してサンディエゴからミネソタ州ミネアポリスに飛行機で移動した。ミネアポリスには サンディエゴ時代からの友人だったジェフリー・トレールとかつて恋人だったデイビッド・マドソンが住んでいた。マドソンはサンフランシスコのベイエリアに友人を訪ねていた時にクナーナンと知り合いになった。マドソンとクナーナンは恋人同士になったがクナーナンの背後には知り得ない暗い部分があってマドソンは事件の6ヶ月前にはクナーナンに別れを告げていた。トレールは ミネソタのプロパン販売会社に勤務するため、マドソンの近くに住むようになっていて、マドソンとトレイルは交友関係を保持していた。また、トレイルはクナーナンに対する恐れを友人たちに打ち明けていた。週末の旅行という名目でマドソンの家に滞在していたクナーナンは電話をして、4月27日トレイルをマドソンの住むロフトアパートに呼び出した。2日後に警察は、 マドソンのアパートでトレールの死体を発見した。4月27日にクナーナンがトレールと言い争っていてトレールの頭部をハンマーで何度も殴打して殺した上で死体をクローゼットにあった敷物で巻いて置き去りにしたとみなされている。マドソンは2番目の犠牲者となった。1997年5月3日、ミネソタ州ラッシュシティ近くのラッシュレークの東岸で マドソンの遺体が発見された。背後から1回、頭部を2回撃たれた状態で死亡していた。マドソンとクナーナンは、それまで数箇所で行動を共にしていたのを、目撃されていた。使用された銃は、トレールの名義でライセンスを取得したもので、どこかの段階で、クナーナンが、トレールの住居から持ち出したものと思われている。クナーナンは、マドソンのジープを運転して逃走し、 1997年5月4日、イリノイ州シカゴで、著名な不動産開発業者であった72歳のリー・ミグリンを殺した犯人であると特定された。ミグリンは、ダクトテープで手足を固定され、頭を巻かれていた。そしてドライバーで20回以上刺されて、ノコギリで喉を切られていた。2000ドルと自動車、1994年のレクサスが、亡くなっていて、 マドソンの赤いジープチェロキーがミグリンのタウンハウスで発見された。ミグリンを殺した後、クナーナンは数日間ニューヨークに滞在していた事実が明らかになっている。その後、ミグリンのレクサスを運転しながらペンシルベニア州フィラデルフィアのエリアでクナーナンは車内の電話を二度使用した。翌日クナーナンは自分の通話がフィラデルフィアの警察の発表として ニュースになっているのを知ったと思われている。ニュージャージー州ペンズビルのフィンズポイントナショナル、セメタリーで4人目の犠牲者、墓地管理人、ウィリアム・リースが頭部を撃たれた状態で発見された。1997年5月9日リースの死体の側で、ミグリンの1994年のレクサスが発見された。クナーガンはリースの赤いピックアップトラックでフロリダ州マイアミビーチに行って、 5番目の殺人事件までの2ヶ月間はノルマンディープラザホテルに滞在して隠れるように暮らしていた。また、クナーナンは警察が古物証の記録を定期的にチェックしているのを知っていたにもかかわらず、盗品を現金化するために自分の本名を使用していた。この事件後の6月21日、FBI はクナーナンを FBI の10代最重要指名手配リストに載せた。 ベルサーチ殺人の4日前にクナーナンを逮捕できる可能性があった。サンドウィッチショップの店員が注文に来た男をクナーナンと認めて911に電話をかけたが、警察が到着した時には容疑者はいなくなっていた。1997年7月15日、クナーナンはイタリアのファッションデザイナーのジャンニベルサーチをマイアミビーチの別荘の正面で二度撃って殺し、 目撃者が捕らえようとしたが追いつけなかった。リースから奪った車は近くの駐車場で警察によって発見され、衣服、代替パスポート、殺人事件の新聞切り抜きが車内に残されていた。ベルサーチを殺して8日後の1997年7月23日、クナーナンはマイアミビーチに停泊していたハウスボートの2階の寝室で自分の右こめかみを撃って自殺した。 この銃は、クナーナンの最初の犠牲者、ジェフリー・トレールから奪ってきたセミオートマティックで、40S&W の後継の銃、タウルス PT100 であった。マドソン、リース、ベルサーチを殺すのに使用したのと同じ銃であった。クナーナンの意外は仮装され、遺骨は、カリフォルニア州サンディエゴのホーリー・クロス・カトリック、セメタリーに葬られている。クナーナンの正確な動機は不明である。 一時期プレスと一般の人々は、クナーナンが HIV 陽性であるとの推測をして、それを犯罪と結びつけようとしたが、死後の解剖の結果は HIV 陰性であった。6つの州でのクナーナンを知っていた人々と、警察関係者へのインタビューで、クナーナンの行動について、より単純な説明が出てきた。それは生き延びるための行動で、事件はそのために行われたというものである。 金持ちの老人たちに金銭や高価な物品を見継がせていたという評判を受けて警察はクナーナンが死亡したハウスボートを捜索したが C.S. ルイスの小説のコレクションといくつかのヒドロコルチゾンクリームのチューブ以外は何のノートも所持品も残されていなかった。ありがとうございます。